中林美恵子は日本の政治学者。学位は博士、政治学修士。早稲田大学、教授。米国マンスフィールド財団、名誉フェロー。グローバルビジネス学会、会長。元アメリカ合衆国連邦議会、上院予算委員会、補佐官。元衆議院議員。アメリカ合衆国連邦議会で正規採用され公務員となった。 日本人初かつ唯一の人物。身長172.2センチメートル埼玉県、深谷市の農家で3姉妹の長女として生まれ、深谷市立大寄幼稚園、大寄小学校、大寄中学校、埼玉県立本庄高等学校を経て、後見学園女子大学卒業、ワシントン州立大学大学院政治学部、修士課程修了、大阪大学大学院。 国際公共政策研究科博士課程修了。米国ワシントン州立大学では、核抑止論の世界的権威であるパトリック・モーガン、教授の下で安全保障を中心に学び修士号を取得。大学院を修了した1992年に、米国永住権を得て、同年に、米国家公務員として、連邦議会上院予算委員会に、正規採用される。 翌年1月から2002年4月まで上院予算委員会の共和党側に勤務し、約10年間アメリカ政治の中枢で公務に専念し、米国家予算編成に携わった。この間、日経ウーマン氏、1994年ウーマン・オブ・ザ・イヤーを受賞し、1996年アトランタオリンピックでは聖火ランナーを務めた。在米14年を経て2002年に、 日本帰国後、2005年まで、独立行政法人経済産業研究所、研究員米国ジョンズ・ホップキンズ大学客員スカラー、中国人民大学客員教授などを経て、2006年より、アトミ学園女子大学の准教授に就任。学識経験者として歴任した公職は、財務省、財政制度等審議会委員、文科省、 科学技術学術審議会国際委員会委員、計算省資源エネルギー庁総合資源エネルギー、調査会委員、衆議院法制局、調査局客員調査員など多数。2008年から2009年にかけ、国会の参考人、公実人として、衆議院予算委員会や財務金融委員会及び参議院予算委員会にて、専門に基づく意見陳述及び質疑応答をした。 2009年の第45回衆議院議員総選挙立候補に当たってはあらゆる公職及び大学の常勤職を辞任して臨んだ。日本に安定した二大政党を実現する必然から民主党候補となり、神奈川県第1区で13万5211票を獲得し小選挙区で当選。衆議院在職中は予算委員会委員、財務金融委員会理事、 外務委員会理事、安全保障委員会委員、内閣委員会委員、国会対策委員会委員、倫理選挙特別委員会理事、海賊対象、テロ防止特別委員会委員、災害対策特別委員会委員など歴任。政党内では、どのグループにも属さず、超党派タイプの議連活動に数多く参画した。2012年6月26日の消費税、増税法案には、 自民、公明、民主の3党合意に従って賛成票を投じた。同年12月16日に執行された第46回衆議院議員総選挙では民主党への強烈な逆風や反自民票が日本維新の会及びみんなの党の新人候補に分裂したことにより、非自民の中ではトップながら前回破った自民党の松本淳に辞典で敗れた。 もともと政策的に共和党の流れを組む立ち位置のため、選挙後すぐに民主党と決別した。2013年より、早稲田大学准教授として、国際関係論、女性の政治参加、日米比較政治などを講義。2017年から早稲田大学教授に就任。戦後の日米関係、立法家庭、市民社会と NPO などを担当。2018年より、 米国マンスフィールド財団の名誉フェロー。2021年7月、グローバルビジネス学会の会長に就任した。ありがとうございます。